ばんは、たまん。こんばんは。こんばんは。こんばんは、たまん。さっき少しだけ TikTok ライブしてた。30分ないぐらい。少しだけ。気になってからやってみた。うん、フロマンさん、レインボーマイク、たくさんありがとう。こんばんは、たまん。通知来てない？あれ？来てこなかった？一応、ファンルームとか、X でも告知したけど。ファンルームでは、揃っていただけど。うん。TikTok ライブ30分くらいしかやってない。そんなにやってない。許可たまつ210人。マートさん？今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとう。どん。TikTok ライブ画質ね、いいらしい。あんまり。話し合おうかなって。うん。許可たまつ211人。ウェイロンさん、今月もありがとう。ありがとうございます。初アモンの方、二度目の方。大丈夫？画質あんま良くないらしいね。こんばんは。こんにちは、兄弟。私はインドネシアから来ました。コメントありがとう。うん。こんにちは。こんばんは。こんばんは。僕ライブまた今度、いつかやります。たまーに。こんばんは、とも。こんばんは。フットクラブ見たけど、もんだった。え、嘘？嘘？え、聞こえてなかった音？喋ってたけど。音聞こえた。あ、よかったよかった。で、なんか土出てたんだよね、音が、みたいな。よくわかんないけど、普通に喋ってて、みんなの顔ができてたから、聞こえてると思ってた。聞こえてたらよかった。うん。今でも TikTok ラブの土設定されてなかったからした。ありがとう。またいつかやるわ。またいつか。うん。どの媒体で配信しても見に行きます。ありがとう。ね、初アモの方、二度目の方、ありがとう。ビャクトさん、ファレベル12、ありがとうございます。ありがとう。まあまあ、音、聞こえてたってよかった。TikTok ライブあるあるだって、通じこないこと。そうなんだ。キンさん、ファレベル24、ありがとう。あなたは英語話せますか？話せない。I can't speak English? こんばんは。ポコちゃん以外なら見に行きます。ポコちゃん？ポコちゃん多分しない。多分しないかな。こんばんは、たま。こんばんは。たま。うん。まるかゆきさんファンレベル11。ありがとう。ありがとうございます。今日は配信12時までの予定です。20時。TikTok も配信していくの？たまーにしようかな。ショールーム以外のさ、いつも見てくれる人たち以外はさ、こう、見てくれる人を増やすって感じで。たまーにしようかな。よかった、むず212人。ありがとうございます。リンさん、今月もありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。うん。こんばんは。ゲームならツイッチって、まあ、確かにツイッチだね。やりやすい。お疲れ様です。お疲れ様。TikTok ランキングあったけど、読まないんだってみんな。だから読まなかった。うん。今、ひなのんが久々に配信してるんだけど、ツッコむの疲れたから変わってもらえませんか？なに？ひなのん永遠にボケてんの？どん
な配信してんの？え、見てみようかな。デスクトップ切ってるね。ひなの、ひなのどのジャンルにいる？アイドル？ひなの、ひなのどこにいる？どの枠にいるひなの？野田さん、名前で喋った方が早く。何の漢字が出てこないか、めんどくさいな。野田で出てくる？あ、出てきた。あれ、あっち側アカウントだ。こっちじゃない。2個あるの？なの。ボケてんの、ずっと。わからない。抜けちゃった、すぐ。こんばんは、どうも。初見さん、ギフトありがとう。ペンライト、ありがとうございます。ひなのの配信少し見たけど、ゲーセン職務質問されそうになった話。どんな話だよ。されたの？職質？うん。あ、よかった、むず。213人。達也さん、今月もありがとう。ありがとうございます。ありがとう。コラボみたいですよね。暴福とめさん。暴福とめさん。インスタライブならやってくれそうだな。往復とめさん。なんだよ。コラボっていうか、普通に会った時のね、そうだね。一緒にみたいな。こんばんは、どうも。方も職質されたこと、え、私職質されたことない、ない、ないよ。ありそう？やったことある？みんな。どんな質問って感じだけど。ローラーシューズ欲しいの。ローラーシューズ？いや、流行ったね、ローラーシューズ。私は持ってたよ。持ってた。うん。吉尾さん、ファンレベル11、ありがとう。年格はありそう。年格？年格はあるかな？だけ。こういう時に。でも一回、一回、二回、一回くらいかな。一回くらい。テレフォーティーズというアイドルグループご存知ですか？知ってますよ。元、12月までそこのグループにいました。去年の。AKB にいました。少しされたいけど、ゲーセン。されたい。されたい側の人。ヨカちゃん、ゲーセンで補導されそう。されないよー。されない。スーパーでローラーシューズ、あ、禁止されてたわ。流行ってね。ちょっと。ちょっとされても同時に、私、側室されたくないかな。びっくりしそう、警察に話しかけられたら。したっけみたいな。うん、今日買ったもんです。214人。ハッピーさん、今月もありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。TikTok だと髪がすごい茶色いましたね。今は黒。髪色。携帯で見てみる。自分の髪色、どっちの方が近いかな。TikTok は結構茶色く見えたかも。その、スマホ置く場所とかにもあるかも。そんな、そんなに、黒くもないし、めっちゃ明るいけども。こんばんはー。うん。まあまあ、だもん。ショールームは反転。あ、ショールーム反転してる。反転してるけど、もうなんか、ショールームの画面が遅すぎて、私。映ってる画面が。特に気にし、見てなかった。だからかな。もうショールームの画面遅いから、なんか、画面確認したときは OBS で見てる。OBS は、反転してるね。してる。ん？してないのか。してない。してないわ。気にしてなかったから、だからかな。
こんばんは、どうも。こんばんは。二度目の方、ありがとう。自転車乗ってたら盗難の可能性があるので、防犯ナンバー確認させて、警察に呼び止められたことがある。怖い。二度目の方、ありがとう。こんばんは。でもめっちゃさ、画面がさ、遅いのよ。映像が。遅くて。なんか、私が動いて、8秒ぐらいかな。結構遅い、遅れてるから、もうね、もう見てない自分の。自分の画面見ながら配信しない。確認したいときは OBS。二度目の方ありがとう。フォローもありがとうございます。夏山の方もありがとう。そう、めっちゃ遅いんだよね。映像が。レスキューとも投げ出し、もう一度ひなの相手してくる。いってらっしゃい。いってらっしゃい。夏山遅れの許可と。多分俺らが見てるのと同じタイミングか。ずれてる？でも、なあ、あんまずれてない気がするな。ずれてるかな？私の映像すごいずれてるけど。画面は。ちょっと毎日来るのせず。でも違う。昨日はさ、なんかここに大きいロゴが一個だけ入ったやつで。これは、アマオニ。こんばんは、でも。ツインチャー、あれかも。そんなに。ツインチャーはさ、OBS にもコメントとかが全部出ちゃうから、スイッチの方が、ラグがないかな。あと、配信の映像ともそんなにラグがないかも。自分が見てるやつとも。スイッチ、OBS じゃなくても。コメントは、コメントだけしか出して、コメントだけ出して見てるけど、いつも。早いね、確かに。やるの。二度目の方ありがとう。こんばんは。ショールームの方がちょっとラグがあるのかな、多分。コメントラグが。コメントも送れて、多分、少しショールームの方がラグがありそう。最近アニメ見て、最近は、カジハチ号とフリーレン。見てる、かな。こんばんは、あんたも。こんばんは。どうも。だって私の今の画面のさ、配信の画面。だ更新してないっていうのもあるだろうけど、更新するとさ、このオレンジの文字あるじゃん。二度目とか発音文とか、よかったむずとかね、とか。全部消えちゃうからさ、更新できないでいるんだけど。さっきも T シャツ、ハーマーオニーの話多分してた。映像的に。ラグが見ちゃう。でも違う画面、さっき OBS とか開いちゃったから。違う画面開くと、それだけね、ラグが伸びちゃう。フリーレンもう、終わったんだ、ね、まだ、見てない。デスノートもまだ酔ってない。結局昨日見なかった続き。見なきゃ。頭の方ありがとう。こんばんは。もう、更新したらさ、画面ちょっとは、ラグ良くなるけど。伸びちゃうから。伸びちゃう。伸びちゃってる？ラグの秒数？伸びちゃってるけど。更新しちゃうと、消えちゃうから。見てるガール遅いけど、多分他の OBS 開いたりとか、他の画面開いたところ。ラグが伸びた。風田ミントさん、ファンレベル38。ありがとう。ありがとうございます。更新と勘違いした宇宙人と更新とか。その更新、どのタイミングで使うの？やっとファンレベル上がった？ありがとうね。いつも。こんばんは。Twitch ゲーム配信サイトだから外出とかすべて。ゲーム配信しやすいな、Twitch は。
うん、OBS からなんかさ、こう配信のさ、なんていうの、 OBS のストリームキーみたいなアクセスキーかな、こう入れないとさショルマーできないんだけど、 Twitch はもうなんていうの、 OBS とアカウントをつなげたら配信ボタンを押せばすぐできるから、その分楽です。チョロさん、ファンレベル13ありがとう。ファンレベル10やったぜ。ありがとうね。フォローありがとう。ありがとうございます。こんばんは、どうも。こんばんは。ファンレベル上がるまでに640分で出た。640分、何時間640分で。十何時間。そんなにかかるの。こんばんは、どうも。こんばんは。どうも、こんばんは。どうも。こんばんは。よいしょ。また今度スイッチもしますね。スイッチ8番乗り場次しようと思ってるから、8番乗り場。オーケーマーセイさん、ファンレベル13ありがとう。ありがとうございます。うん、ニコのマスオホの時代は長時間配信すればするほど連携がひどくなってちょいちょい更新が必要だった。大変、大変だ。大変。楽しみ。8番乗り場、今度やります。いつやるかまだ決めてないけど。8番乗り場以前ありませんね。あ、8番出口かな。あの、新しいのができて、8番出口の続編が。8番乗り場っていうゲームがあるの。今までのはさ、なんていうの、あの駅出て、なんていうのあれ、一番出口探すみたいなやつだじゃん。次はちょっとあんまよくわかってないけど、なんか電車のなんかを歩いていくそやつ。今度夜間警備、夜間警備は許可タイムズ600人でやるね。TikTok ライブの方が画面近くて美人度が増して見えた。TikTok ライブね。また今度あります。TikTok ライブは携帯からしようかな。パソコンからもできそうだったけど。久しぶりに顔見に来ました。久しぶりじゃん。ありがとう。双子おじさん。あの二人いた。あれでしょ？いるのかな？ブチギレたも久々に撮ってます。新幹線05？ちぎってないから。出口と、あの、おじさんがいるらしい。8番出口に出てきたさ、あの、歩いてたおじさんいるじゃん。あのおじさんが、次は電車で、一緒に電車座ってるらしい。うん。こんばんは、どうも。120分、10時間20分。なんか、ファンレベルアップ。え、みんなそのぐらい？ファンレベルさ、一つ上げるのに？それとも、レベルが上がったらそうなるってこと？こんばんは、どうも。大変だね。ここまで見るくらいな、ゴールドの様子。変だ。スタンドウーバーの広告の協力コードはスマホで飛べる。次、あの、するとき、あの、やるわ、それ、出てきたら、スマホで。レベル高いほど条件難しい。厳しく。そうなんだ。
知らなかった。お疲れ様です。お疲れ様。バラントだって、バラントは座学やろう。座学から始めて、こう、やろうと思ってるんだけど、まだ座学まで行ってない。調べてないです。うん。うん。こんばんは、どうも。うん。ね、なんかそう言ってたんだよね、ファンのことは座学から始めた方がいいって。結局まだ始めてない。あらむずいよ座学。そう、なんかキャラクターのさ、ウルトとかあるじゃん。そういうの知ってからやった方がいいらしいから、ちょっとやったことあるけど下手くそだった、めちゃくちゃあのなんかさ、デスマッチ一人誰かがさ50かな、50キルしたら終わるやつだけど全然できない。うん、今日買ったもんさ、215人。梅っちさん今月もありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。こんばんは、どうも。うん、こんばんは。ストロークは強くなるな、諦めた。ストローク、いってないなぁ。なんか、エペの方が楽しくって。ずっとエペやってる。エペの方が楽しい、なんか、最近は。ストロークまたやりたくなったらやるよ。なきゃない、いろいろ、ゲーム。うん。うん、新しいキャラ誰だったか忘れたけど、出てからやってないんだよね。レベルの達成条件1も2もショーゴールドのみ未達成だった。レベルの達成1も2も1もどういうこと、ショーゴールドのみです。ギュッと投げるしかない。レベルの達成条件の1と2、何個もあるの、レベルの達成条件って。オルタ、あ、エベ、オルタ使って、あのストローク私キャラ出てくれてないこんばんは、どうも。オルタ使いこなせたらめっちゃ強そう。こんばんは、どうも。こんばんは。よいしょ。こんばんは。あ、レベルを上げる条件 ?1 と 2? レベル1、レベル2ってことだ。どういうこと?どういうこと?違う?プルルピョコポコさん、ファンレベル13、ありがとう。ありがとうございます。こんばんは、どうも。こんばんは。2度目の方ありがとう。こんばんは。1位との差2万7000ポイントになっちゃう。ありがとう、ありがとうございます。ファンレベル、ファンレベルのこと、ファンレベル1、2ってこと。レベル1、アンドレベルのレベル1、レベル2とか。難しい。難しいよ。どういうこと?シンディさん、ファンレベル12、ありがとう。ありがとうございます。こんばんは、どうも。ひなこが3位に、そう、ひなこ、いつも配信短いのに、気づけば3位だった。すごいよね。奥原さん。条件達成があんまし、あ、まあ、じゃあ達成条件、逆ですね。条件達成条件がありまして、
高額ギフト投げすぎると視聴時間が通常より長く設定されて、あ、そうなんだ、そんな風になるんだ、知らなかった。こんばんは。レベル33に上がる条件、あ、何個かあるんだ条件。うん、テトリスぷよぷよやってたから YouTube で見たけど、テトリスでギリギリで粘ってるの面白い。粘らないとそんな簡単に負けられないですか、試合だから。最近やってないな、ぷよテト。奥原さん知り合い、奥原さん知ってるかも、知らない、みんな奥原さん。シッシーさんファンレベル26、ありがとう。ヨカちゃんの後ろに立ってる男の子は誰、お子さん、やめてよ怖い、誰もいないって。ヨカタムズ216人、ボイドさん今月もありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。ベルの達成条件1はレベルが1つずつで、ベル達成条件2はレベルが2つとかミスとかいけない。あ、そうなんだ、そんなのある。奥原さん聞いたことあるかも、聞いたことある、知ってるってことじゃん。田村後ろ、何後ろ、何もいないから、怖いからやめない方。怖いから普通に、うん、誰もいないです、やめてください。こんばんは、どうもどうも、こんばんは。うん、レベルは視聴時間、ショーゴールド、コメント数すべて見つつ、あ、すべてなんだ、難しい、大変だね、じゃ全部の状況と。お母さん知ら、お母さん知らないって言ったら嘘になる。何その言い方、遠回しの言い方。月曜日福留テレビでね、あれでしょ、なんだっけ、昼なんです、すごいよね、すごいって、さっき X で見た。うん、バズってさすがですね、福留さん。福原さんって AKB で東大、あ、なんかそんな気がするわ。AKB で東大って言ってた人かもしれない。二度目の方ありがとう、こんばんは、どうもどうもどうも。こんばんは。多分ホラゲでバスで年末の笑ってはいけないんだよ。ホラゲでバスりたくないんだけど、ホラゲあんま好きじゃない、怖い、嫌なんですよゼロの。あ、そう、ミドちゃん出るらしいよ、よかったも昼、よかったもう昼なんです、絶対みんな出たいよ、出れるんだったら。東大学部らしいけど、よくわからない、あ、ハーバードとも言ってたな、まあ、よくわかんないですね、小原さんは。こんばんは、どうも、頭いいらしい小原さん、本気で真っ向勝負しよう、みぞちゃんと本気で対決無理よ。こんばんは、たもん、4倍見上げはよ、ちょっと奥原さん、チョコレート面白い、聞いてんじゃない。これ名前なんて読むのやつさ、にいやみたいな、いや違うかな、なんて読むのこれ、スピーケーのなんちゃらです、スピーケーって何、何するの。あの一部は福留だけじゃなくて、ニービンって人も混ぜて、うん、読み方わかんない、合ってる。そうなんだ、すごいね、あの YouTube 明日見に行く
見に行く映画館の役してた？映画行くの？あー、ちょっと行ってないよ。こんばんは、とも。ひなこの話？ひなこの話ちょっとしてた、さっき。あ、ニヒェイさん。ニヒェイさん、誰だ？わかんない。タブの惑星見る何タブの惑星そんな映画ないですかどんな映画それはうんクリームおしつんヤマケンさんファンレベル25ありがとうありがとうございますさんはボートレールボートレースでテレビ出演するよくわかんない私に聞かれてもわかんない乙女さんに聞いてくださいはいで見てて シンプルに顔面好きなんですけどどうしたらいいですかまた会いたいんですけどシンプルに顔面好きありがとねまた会える機会作れます。待ってて。ちょっといつになるかわかんないけど。あんまんまあとも。初おもの方ありがとう。こんばんは。こんばん。こんばんは。全部好きですかこれ。全部好きです。ありがとうございます。こんばんは。正直が一番、正直が一番よ。そりゃ。肩むずに入りましょう。確かに。肩むずに入りましょう。こんばんは、どうも。タムの惑星って何？私は聞きたいよ。タムの惑星って何？二度目の方、証券です？違うよ。わかるんだぞ。これヤスさんなんだもん、だって。わかるからな。名前も、この、アイコンの写真、アバターとか、この、何、この、なんか自己紹介の部分みたいな。全部変えてもわかるんだからな。あちがさ、大分の親戚のところに行くので、今田京香ちゃんの風、感じてきます。私の風吹いてる？大分に。感じてきて、私の風。こんばんは、とも。こんばんは。ツッコミが多くて何がいい。みんながボケるから。コリン星みたいなんですか？タムの惑星。いや、わからん。ちょっと、風呂前さんに聞いてみて。なんか知ってそうだったから。こんばんは、とも。僕のことは知ってますか？え、わかるよ。ギサギサ。わかりますよ。私が思ってる人と会ってれば。違うかな？多分一緒だと思うけど。こんばんは、どうも。タムの惑星キングダム知らないの？なんか増えてる。タムの惑星キングダム？どういう話？こんばんは。タムの惑星はオイツだったのか。タムの惑星はオイタなの？わかんない。ヤダミさんに元気ですか？もう、そのコメントで。わかった。合ってる、私の思ってる人と。ミサキ。みんなに覚えてるって。いやそんなことない。ちゃんとわかりますから。わかりますよ。こんばんは、どうも。タム、うわ、ください。
上臭い？くださいかと思って。上臭い？どういうことよ？何？ちら、かまわ？好きな絵が何？好きな絵が特にない。いいね。なんか、映画とか、アニメとか、漫画もだけど、一回見たらもう見ないから、全部一回。気になっても、どれだけ。気になっても。だから、そう。特にないんだよね。これ好きで、めっちゃ、繰り返し見てるみたいなやつが。なんで今日かの風感じてる？エアコンつけた。なんでエアコンから、エアコンで私の風を感じれるの？いや、私の風って何？想像。想像何よ。まあ、小さかったからな、きょかちゃん。最初、握手会とか来てた頃。そんな小さかった？最後の方も来てたじゃん。二度目の方ありがとう。ドラえもん見に行った。ドラえもん、ちっちゃい頃に、ちっちゃい頃にあるわ。なんか、おもちゃみたいな。もらったことある。なんか、なんだ、でも何の絵図かわかんないけど。どの回買おうかな。こんばんは。タムかし。タムが地球みたいな惑星を支配していて、今日がタムズを奴隷にしている世界を描いた映画。怖すぎ。怖すぎ。どんな人だろう、私。ヨウちゃんと一回、ちょっと一回撮ったけど、怯えてた？え、そんな怖かった？そんな怖かった、私。ごめん。こんばんは、とも。ヒヨコみたいな今の曲がペリカンくらいでかく壊れて羽ばたいて。どんだけ説明したいの？そっちが怯え、私が怯えてないよ。嘘だ、それは。嘘だ。こんばんは、どうも。つまりはこのルームがたまわくす。あ、宇宙背景だし。こんばんは、どうも。懐かしいね、ホークスキャラ。あったね。福岡、それで、福岡とか。福岡か。いったね。え、長崎とかのやつは違う弁当よね。佐賀もあったか。違う弁当だけど、それは普通に。ゲボゲボ？何言ってるんだ。よ。こんばんは。こうやって見たら確かに宇宙。そう、今宇宙背景にしてるの。選べる。自分で背景設定できるようになったから。なんだっけ。宇宙背景と、遊園地のやつがあるんだけど、今宇宙にしてます。長崎のど田舎で謎かけした時の動画もまだ持ってるの？おかしいな、なんか、出汁みたいなやつに行ってね。三人で。懐かしいな、初めて乗った出汁みたいな。機会ないし、初めて乗った。屋形船、そう。あれに乗りますって言われて。びっくりした。これに乗るのってなって。不思議な味と火、なんだろう。エコザナのこと。エコザナあったね。
あの、え、最初さ、横綱ってさ、大分のさ、やつなの、魚のやつなのよ。だから、大分でやるのかと思ってたら、東京だった、普通に。楽しかったけど。でもめっちゃ美味しかった、なんか、マグロのさ、やつを試食とかもできたの。させてもらってさ、めっちゃ美味しかった。よかった、ぶんね。よかった、ぶんね。よかった。漢字違い嘘の人多くて山田教科書見えなかった。え、そんな？なかったっけ？あと、キティちゃんとかも来てたの。怖かった。キティちゃん。よかった。いたよね、キティちゃんも。確か。横綱とキティちゃんコラボしてるから。なんで俺は寺田がいない長崎イベントに行ったのだろう。確かに、あの時のイベントは、私とカレンちゃんとミッサーだった。さっきいなかった。パーツダブ、あの、キャラクター大賞、毎回やる、パーツダブに。投票してますよ、もちろん。こんばんは、どうも。懐かしい、その佐賀とか長崎とか福岡イベントしたの、その3人でよくねイベントがあって、こんばんは。なんかその3人でイベントがその時期多くってさ、結構あってもね、その時フォークスのフォークスキャラバン、長崎とかは熊本じゃない。佐賀のやつは違った気がする。佐賀はそうだったか。あ、KKB もあったね。鹿児島イベント。KKB 行ったら毎回さ、カスタード買って帰ってた。好きすぎて。時間ないんだけど、イベント終わった後。もう急いで駅で買って。帰ってたわ。懐かしい。もうそれだけ買って。何が何でも買うと思って。フォローありがとう。ありがとうございます。泣いてた寺田の卒業公演の後に高速道路のエッセイで呼吸した。元気ね。卒業公演。嵐いね。初物の方ありがとう。モチベタか。カスタド？カスタド文字めっちゃ高いよ、そりゃ。カスタドめっちゃ好き。え、美味しくない？カスタド。めっちゃ好きなんだけど。なんか、ソラノンの卒業公演の時にソラノンがカスタドと、あと、ヨーグルペくれて。めっちゃ嬉しかった。どっちも大好き。カスタード大好きです。私あれ。仕事でたまに遠出、そういいよね。行ったことない県とかに行けるのめっちゃ嬉しかった。なんか特殊な秋だなとかしてたけど、そっかこれ。あ、そうデフォルトのあの背景じゃない。なんかイベントでもらった背景ですねこれ。こんばんは、とも。うん、よかった、別に217人。ベイさん、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。いいね。めっちゃ増えてる、よかった、むず。大分の放送局のイベントはなぜなかったんだろうか。オフィス TOS に抗議してくれ。できるんならやりたかったけど。できるんならね。うん、こんばんは、お疲れ様です。お疲れ様。よいしょ。じゃあ前、トイケメの子たちがマレーシアに仕事、あ、行ってたね。私もなんか海外のイベント出てみたかったな。海外。結局、一回も行ってないかな、海外は。ザビエル、ザビエルも確かに美味しいね。
ルイさんもさ、マナキョウカちゃんの卒業くんは幸せに溢れててよかった。いや、みんなのおかげですよ。ありがとうございます。こんばんは。パスタの昔より風味じゃない。味落ちた?あ、そうなの?最近食べてないな。老いたツアーが一番おもろかった?え、面白かった?老いたツアー。なんか、なんかあったっけ?面白かった。面白かった?おもろかった。それは、よかった。海外仕事はなかったね、私は。海外のファンの人は熱狂的という噂。あ、そうなの?ね、昨日麺麺もらって食べた。麺麺美味しいよね。麺麺めっちゃ美味しい。なんか麺麺さ、ジョイフルっていうファミレスがあって、そのファミレスでたまに割れ麺、あの割れちゃった麺麺をさ、あの、だけ入ってるやつ、ちょっと安いさ、特用みたいなやつが売ってて、あれたまに買ってもらってたわ。ジョイフル行った時に。美味しいな。チョコが美味しかった。あ、チョコ。配ってたもんね、おいつつは。あの、ハチみたいな形のチョコ。服にはなかったけど、お前の一番可愛かったよ、服以上。ありがとう。服にはなかったのか。海外のイベントは食べ歩き目的。海外、でも食べ歩きしたいよ、海外行ったら。行ってみたい、いつか。こんばんは。おいたつはいつ、おいたつは、2018年とかじゃないかな、確か。だと思う。最近都市圏スーパーでも、首都圏か。首都圏スーパーでも入ってることある。美味しい。あ、売ってることある?全部美味しいよね。大好き。リンさんファンレベル11。ありがとう。ペロペロキャンディ配ったイベントなんだ。え?あったっけ?ちょっと待って、やばい。わかんない。覚えてないわ。お菓子に寄生するとカスタードの味が落ちたとよく聞く。そうなの?最近食べてないよ。今度じゃあ食べてみよう。あったら。あるかな。キャンディーの曲中にペロペロキャンディー、あ、あったな。一席あれ。TDC? 東京ドームシティ?ホール?とかじゃなかった?違った?違ったっけ?なんか、そこら辺だった気がする。こんばんは、どうも。おいたつは昼夜ともに友のメッセージが当たらなかった？あー、残念。カスタードイベントお願いします。カスタード。鹿児島の人みたいじゃん、私。鹿児島の。好きだけど。鹿児島の人みたいな。シガールおいしい。あ、あの、タバコみたいな形してるお菓子でしょ?違うっけ?シガールって。え、違う?それじゃない?ちょっとけ。試合のおっさんがニコニコ自慢してた。あれ誰にあげたか覚えてる私。覚えてるよ。ニコニコ自慢してたんだったらよかった。こんばんは、どうも。九州の四方何が。いや、カスタードが?え、ただ、まだ今日かな、味。何を言ってるんだ。何を言ってるんだ。ココア味なんか、違う。ココア味だっけ?忘れちゃった。それでいいっす。合ってるよね。ちっちゃい子食べてた。懐かしい、ね。山田京香さんが九州の塩?何を言ってるんだ、みんな。何を言ってるんだ。こんばんは、どうも。今日金曜か?今日なんか木曜だと思ってたわ。
もう金曜なの？はいよ。よくもくやんけ。よくも。よくもく？え、なに？よくもく？なになになに？ってこと？白クマってアイス美味しい。白クマ？え、食べたことあるよ。なんか白クマさん、なんか冬とさ、夏でさ、冬か夏、冬かな、アイスクリームの時期が確か前あった気がするんだけどさ、それが好きだった。あんまりかき氷好きじゃないから。それが好きだった。シガーラよくもくのお菓子。あれ？タバコみたいな形のお菓子は何あれ？シガールじゃないの？よっくもくかシガールって。一緒の名前？一緒の名前なのかな？おまま？明日半分やべえ、わかるよ。あ、それはココアシガレット、ココアシガレットか。それですって言ってたわ。たまされた。違ったわ、ね、似てるな、前シガール、シガレット似てるよ。マンハッタンって置いた。マンハッタンはわかん、どこの会社、九州ガンナ、置いた、置いたの、置いたじゃない、福岡とかかな、でも九州で売ってる。両湯、ウーハン、なんだっけ、両湯パン。福岡はそのお店の名前、わかるよ。わかるよ。わかりますよ。くもく。ポービリ、あ、ポービリ美味しいね。大好き、私も。あさっては日曜で、わかるよ。バカにしてるな。初オムの方、二度目の方、ありがとう。マルボーロ、シシアリアライス、ブラックモブラ。サガだね、それ。サガだ。マルボーロめっちゃ好き。サガ行ったら、毎回買ってた。うん。この前、長崎にさ、ハード旅行で行ったじゃん。長崎空港にさ、マルボーロと、サガニシキ売ってて。長崎に行ったのにさ、マルボーロと佐賀錦買って帰った。佐賀のお土産買って帰った。長崎のも、もちろん買ったよ。もちろん。なんか、カステラとか買ったけど。マルボーロあったら買うしかないじゃん、佐賀錦も。めっちゃ好きだから。ヨーヨーパン、でも、ヨーヨーパン、懐かしいよね。今月じゃない。今年3月に、ザビエルの新しい味、南蛮菓子文豪が発売されたの知って。知らない。何南蛮菓子文豪って。なんだそれ。どういう味の。マルボール、美味しいよね。食べたことない人、食べた方がいいよ。なんか、いろいろ売ってるけど、マルボール。佐賀。なんか、私好きなやつ、好きなやつってかい、食べたことあるの一個しかない。佐賀めちゃくちゃ変わってたけど、佐賀錦だけ美味しさ分からんかった、合わなかった。佐賀錦をめっちゃ好き。美味しい。普通の味も、抹茶の味も、両方好きですね。こんばんは。佐賀おじちゃんおばあちゃんがいるんですよ。だから、たまにさ、お土産でもらったりしてた。マルボーロと佐賀錦。私がめっちゃ好きだからさ、マルボーロ。おじちゃんおばあちゃんがさ、大分来るときに買ってきてくれたりとか、佐賀行ったらくれたりとかしてた。私が好きすぎて。マルボーロって佐賀のお菓子。マルボーロはよくあるさ、スーパーとかで売ってるさ、卵ボーロみたいな。あれとは違う。丸い、大きいやつ。あ、美味しいんだよ。
口ちげえなって女が言ってたな。ペラちゃん、わかるよ。ゼンマイ？あの、山菜の？ん？ゼンマイ？ゼンマイ美味しい。ヒーシーさんファンレベル27、ありがとう。マルボロ？ん？マルボール？ボール。うちとかのと隣のバナナやった。あ、そう、ペラちゃんとナロちゃんと、あの、しょ、どっちだっけ？なんかね、マジックをするのよ。途中で。マジックして、ペナちゃんとナルちゃんが入れ替わるっていう。で最初は、自分忘れちゃったけど、どっちかと踊ってて、途中で入れ替わるんだ。マジック。初めてしたな、あの時に。マジック。二度目の方ありがとう。私もあれどうなってるのかわかんないよ、そう。私入れ替わってないから。わかんないけど。どうなってんだろうね、あれ。もう、わかんない。種、知らない。今より幼いって、まあ確かに。あの時は、14。だから。1年、ん？ 7 年前か、7年前。マルボール検索してみたけど、スーパーにあるの、よくあるのとは違う。あ、そう、違う。全然違う。めっちゃ美味しい。あれ大好き。二度目の方ありがとう。こんばんは。いきなり団子、からしれんこん。これなんて読むんだっけ？あ、読めない。読めない。いきなり団子美味しいね。からしれんこんは多分無理だけど、からしちょっと苦手。無理だけど。いきなり団子美味しかった。いきなり団子はね、熊本ツアーの時になるちゃんが差し入れてくれて、みんなに。初おもんの方ありがとう。あ、タイピーエンってのか。あー、ラーメン。タイピーエンだった。タイピーエン。タイピーエン。タイピーエン。それなんだっけ、あ、聞いたことあるわ。二度目の方ありがとう。じゃあ、早口言葉の歌？いや、今日はいいや。喉が完全に治ってから。ちょ、喉さ、あの、喉、ちょっと、なんだっけ、腫れててさ、ちょっと前まで、声全然出なかったから。もうちょい、治ってから。明日ぐらいに歌えるかな？このままくなる。マロニー系？マロニー系？何が？タイピーエン？なんか春雨みたいなのあるじゃないっていう。よくわかんないんだけど。食べたことない気がするわ。肥後国ください。肥後国も美味しいね。熊本のやつ。熊本旅行？ひな子とさ、波動旅行で行った時にひな子それ買ってた。肥後国。こんばんは。我々好きやねん。タイピーエン？好きなの？食べたことないの？タムボールはどこに売ってますか？タムボール。なんだそれ。こんばんは。何料理？タイピン。あんまよくわかってない。熊本のやつ。熊本のやつとしかわかってない。初おもの方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。TikTok の美人度すごかったんで、寝る前に、すみを TikTok ください。あー、今度載せるよ、何か。いつもの方、二度目の方、ありがとう。なければ明日カラオケ配信解禁しようかな。声だいぶ戻ったから。明日歌えそうだったら。今日はまだ無理か。今日はまだ無理だけど。明日歌えそうだったらどうかな。いつもの方、ありがとう。こんばんは。こんばんは。無理したらあかんって、そう、治ったらやると思ってる。カラオケ。まだ、今日無理かな。無理しないで、ありがとうね。みんな優しいな。二度目の方ありがとう。こんばんは。どうも。こんばんは。
そしたら多摩川に食材求めて、あ、そうなの？食材求めて行くの？お買い物行くの？また明日歌えたらきっと明後日も歌ってる。きっと宮崎だけはね行ったことないの。九州で宮崎以外もあるの。福岡、佐賀、熊本、長崎、鹿児島、沖縄、沖縄九州違うか。でも九州、宮崎がある。宮崎だから行って全部制覇したいんだけど。まだ行けてないんですよ、宮崎だけ。タムの方ありがとう。みんなタムのカラオケ。美味しいお好きで。うまくないのに。パスタの具材を求めて多摩川で釣りに行ってくる。パスタの具材？あ、そういうこと？食材、あ、買い物に行くじゃないんだ。釣り？あ、こういう感じなの？釣れるといいね、いいのが。鹿児島、あ、鹿児島あるよ。鹿児島は、鹿児島ツアーと、KKB イベントで、行きました。初音の方に2度目の方ありがとう。むっちゃまんじゅう。むっちゃまんじゅう、あ、おいちゃんのやつじゃなかったっけ？食べたことないのよ、それないです。あ、けいこさんファンレベル12、ありがとう。お、初めてだね、ありがとうございます。ありがとう。釣り師だからアドバイス。あ、私釣り師いつの間にわかんないよ。宮崎は野球のキャンプだって。あ、確かに行ってるイメージ。空のがなんかたまに行ってるイメージある。見る SNS でかな、これに行ってきましたみたいな、野球のが見に行ってきたみたいな。うん、シーバスやクロダイが釣れるんだよ、玉川河口で。あ、そうなの。そうなんだ、そんなこと。パスタの材、パスタに入れるの、すごい。魚さばけるってこと、すごい。宮崎は、大分から特急で3時間かかるか。え？ 3 時間かかるの？いや、遠いな。遠いな。いつもの方、2度目の方ありがとう。こんばんは。宮崎もいいとこ、宮崎も行ってみたいよ。私の好きな食べ物が多いね。チキン南蛮とか、辛麺とか。好きな食べ物多いから行ってみたい、いつか。大分から愛媛、まあ、近いけど、海あるから。フェリーですね、フェリー。海があるから。シーバスって知ってるの？え、バス、バスのなんか種類、なんか仲間みたいなやつ。バス違う。まさひろさんファンレベル16、ありがとう。うん、泳いでいく愛媛。無理よ。まっすぐ、え、そう、マスモト辛麺ね。いつもの方行くと、あ、マンゴー、確かに。マンゴーも有名だね。延べ岡なら1時間。延べ岡なら1時半できる、置いたから。ん？どういうこと？魚釣り好きなの？いや、行ったことない。釣り堀は行ったことあるよ。小学校の頃、小中学校の頃、夏休みにお父さんに連れられて行ってた。シーバスは鈴木。あ、そうなの？いや、わかんないよ。わかんないよ。しないから、魚釣り。お父さんに連れられて、釣り堀行って、釣ったらさ、串刺して焼いてくれるところがあって置いた。どこかよくわかんないけど、お父さんに連れられてただけだから。どこにあるのかよくわかんないんだけど。クラ乗ってたら着くから。どこにあるかわかんないけど。どこに行ったことある。教育者置いてとの県、あ、県境。宮崎市は南にある。あ、そんなに？南にある。あのこと。夏物語ありがとう。こんばんは。
何の魚が釣れるかもわかんない。その釣り堀。わかん、なんか食べられる魚。焼いて。何かよくわかんないけど。うん、ヤマケンさん、レインボースターありがとう。さっきも一人いた気がする。長いちょっとか。あ、トクックさん、ありがとうございます。レインボースターありがとう、みんな。よかったのが、マスモトゼロからを食べるまでがお出かけ。お父さん、マスモト嫌がっちゃうから、ちょっとなんか、料理酒がとか言って。うん、フロマンさんいっぱい、レインボースターありがとう。ありがとうございます。ニジマス、ニジマスかな？ちょ、わかんない。わからない。それよりかな、よくわからない。父さんに聞かなきゃ。うん、イカ釣り、イカ釣り楽しいの？イカ？ニジマスや豆でしょ。いや、わかんないよ。わからないよ。わからないよ。聞かれても。クロスレンジ、あ、にじます26時のマスカレット可愛いよね、そのこと。美味しければ OK。 そうだよ、もう分かんないからさ。しら、こんばんは。夏もなかった、ありがとう。にじますか、ママの二択。まあ、よく分かんないわ。お父さんに聞かない。お父さんがついててくれ。こんばんは。どうも。よいしょ。今日さ、あのチャーハン、TikTok ライブで食べてたさ、あのチャーハン久しぶりに食べたわ。ザ・チャーハン。めっちゃ美味しかった。僕は餌なしで余裕で許可ともに釣り上げられます。余裕で釣り上げられちゃう、餌なしで。そんなに余裕で。サモンの方ありがとう。カモタモパパ優しい。え、多分ね、最初は、ちょっと待ってよ。お父さんが行きたいからね、釣りしたいから連れて帰ってた。誰も言ってないよ、最初釣りしたいなんて。はい、じゃあ。ザムの方に、ダメの方に、と。あのチャーハン、あ、まあ、確かにちょっと高い。でも美味しいんだもん。あれ、めっちゃ美味しくない？冷凍チャーハンで一番好き。あと、TikTok ライブしながらでも、あ、違うかい。美味しかったよ。ザチャーハン。あれ、美味しい。うん。家でご飯食べられると、あちらのお客様からですが、できんやんけ。いや、いいのよ。いいな、あちらのお客様からです。いい？高菜チャーハン。いや、普通の、チャーハン。普通の。普通のやつ。お父さん多趣味。お父さん？いや、そんなに多趣味。お父さんの趣味あんまよくわかんない。前はたまに釣り行ってたけど、今空いてるの見ない。チャーハン、パラパラ派、しっとり派。え、パラパラ派かな？パラパラ派かな？ひかたむずは、まだ今日かの？釣りか？今日のです。つったけかてと？食べてんだ。ん、今日かたむず218人。たかさん、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとう。わー、お疲れ様です。お疲れ様。チャーハン、ベタベタが好きです。ベタベタ派の方ですか、チャーハン。ベタ、初めて聞いたよ、ベタベタ派って。外で食べててもできんないけど、確かに。こちらのお客様から、まだ経験したことないな。うん。パラパラチャーハンって日本でしか見ないけど、あ、そうなの？エンさんのコメントありがとうございます。うん。なんだっけ、なんか。
パラパラのチャーハン出してくれる店知ってるの？あんまお店でチャーハン食べないや。あんま食べない。ヨカちゃんの釣り針が全身に刺さってます。やばい、痛い痛い。痛いよ、それは。パラパラのチャーハン食べ、あ、まあ、確かに食べにくいのはあるかも。でも美味しい、美味しいじゃん。チャーハンイベント。チャーハン、なんでそんな全部イベントにしたいのよ。ケチャップライスはベタベタでも、まあ、確かに。ケチャップライス、ベタ、ベタベタ。なんかあんま聞こえよくないよ。こんばんは、どうも。初音の方ありがとう。チャーハンであちらのお客様から出されたお確かに。ちょっと多いなってなりそう。初音の方ありがとう。あちらのお客様からです。ないよね、ないでしょ。なんかよくさ、ドラマとかでさ、あるじゃん。バーとかじゃない？なんかおしゃれな、おしゃれって、バーでさ、なんか、なんか飲み物出てきて、あちらのお客様からですみたいな。本当にあるかよくわかんないけど。ドラマだから。夏物の方ありがとう。確かに困る。でもね、食べ物屋さんでさ、サイドメニューとかじゃなくてメインの料理がさ、じゃあのお客様から困るよ。ベタベタの言い方がなんかやだ。私のせいだった。ドラマだけ。でもなんか前言ってなかったっけ誰か。なんかあったみたいな、これならあったみたいな、なんか忘れたけど、なんだったか。料理でされてもお腹いっぱいになるから余計な気分。確かに。二度目の方ありがとう。ヨカちゃんが釣りに行けば許可タムズが入れ食いです。めっちゃ釣れる、嬉しいな。許可タムバーに行くみたい。 YouTube？パーに行く。プロか、いつか。ベタベタじゃなくて普通のちゃん、ベタベタな派の人がいたんだよ、なんか。私はパラパラ派。今度釣り配信、釣りしないよ、私。しない。初音の方ありがとう。フォローもありがとうございます。プレゼントは半チャーハンで。半チャーハンもいいかな、なんか違うサイドメニューがいいな。釣りに行かなくても釣れてる？もうすでに？もうすでに釣っちゃってます？お酒はちょくちょくの。いや、飲まないね。飲まないです。こんばんは。初音の方ありがとう。お初、ありがとう。コメントもありがとうございます。針がなくても釣れるみたい。もう釣れちゃってる。あちらの方から餃子です。それも面白い。なんか、ご飯屋さん来て、あちらの方から餃子ですって言われたもん。あ、えってなりそう。えって。めっちゃ戸惑いそう。たくさん釣ってください。できるか？言ったことないこと何かで、ね、やってみよう。何がいいかな？やったことないこと、新しいこと。何がいいと思う？みんな多分太らせない。確かに。ね。あちらのお客様が、するみたいな。食べたい。ミートのチャーハンフライパンで炒めるとパラパラになる？あれとのチャーハンさ、フライパンで温めるのさ、ちょっとめんどくさくない？と、ペンチが良くない。めんどくさいよ。フライパン使っちゃうのが、使うのが。合い物は、なんか、新しい系統買おうと思って、まだ買ってない。買ってない。だから、ま、舐めてないです。お顔を見た瞬間釣られてる？とに？嬉しいね。しかも、ニンニクたっぷり。何が？餃子？ニンニクたっぷりの餃子は別にかも。ニンニクは好きよ。スカイダービングなんかどう？スカイダービング。怖そう。普通のバンジージャンプもやったことないのに。習わないぞ。めっちゃいいよ、冷凍のチャーハン。まあ、だけどそっちの方が、フライパンでした方が、美味しくなるんだろうけど。ちょっとめんどくさいね。ちょっと。ちょっとめんどくさい。
飲み物ね、毛糸買ってこなきゃ毛糸買ってこないと、ちょっと新しいの編めないです。足りない。ちっちゃい、ちっちゃい何かだったか。できるかもだけど。TikTok の通知、今来ました。今来た遅すぎだろ。遅すぎだろ。どんだけラグがあるの。ケイト？何？あ、ケイト、ケイト、ケイト。違いますね。あ、違うよ。うん。よいしょ。何もの？私の買わなきゃね。今度また100均行こう。100均のケイトだから、お前らの。新しいの買ってきます。初アームの方に挑めの方ありがとう。こんばんは。エスタープロリーグスプリッツ2のウィーク3見なきゃ。明日から見始めようかな。明日からちょっと見てなさすぎたから。こんばんは。どうもこんばんは。お、1位との差が1万1000ポイントくらいだ。ありがとう、みんな。ありがとうね。今月のチョコボール配信、毎月やると思ってる。やらないよ毎月は。こちら、こんばんは。どうもこんばんは。次はもう決まって、え、決まってない。いや、なんか、カバン、ちっちゃいさ、巾着のバッグみたいな編もうかなと思って。でもさ、結構、毛糸使うから、巾着のバッグとかなったら、ちっちゃくっても。いっぱい買わなきゃいけない。うん、キッシーさん、レインボーマイク、たくさんありがとう。ありがとうございます。11時半からフナティック。とチェックします。ふかちゃん、和牛食べられそう？あ、2位内。このまま入れたらいいけど。今月もいいな、来月やろう、チョコボール。来月？あ、またいつかやるよ。例えば誕生日イベントとかやるよって。今のところはちょっとまだわからないな。わからないです。ケイトのバッグとか使いみせ、ケイトでもなんかいろんな種類のケイトあって、私が YouTube で調べたやつは、なんか、こう、もこもこしてる感じの毛糸じゃなくてさ。ちょっと待ってね。YouTube で見たやつ。これだっけ。私が見たやつ。あった、これ。ね。コットン毛糸。コットン毛糸で、だから多分、見た感じもそんなに、もう、もこもこしてる感じじゃないから、使いやすそう。春、コットンケイトで春夏のコーディネートにもぴったりなバッグに仕上げましたって書いてあるから、と、今の時期でも使いやすい感じだと、持ってる感じで詰めて。多分そんなにもこもこしてないんだと思う。多分。こんばんは。他にもいいのあるかな。買えないけど。来月の今日はパンダイベントあるかな。あるかな。なんか私の来てたよね。お知らせに。6月10日から6月20日まで。キャンペーン始まるみたいな。和菓子祭りっていうの始まるらしい。クロワッサン体験もらえるんだって。これ入りたいな。でもこれ3位までいけるかしら。 N1 から SS の5までの枠かな、多分ランキング。私ここに入りそう。ブランケットや、ブランケット。パンダさんパンダさん、今日何時まで？今日は12時までする予定です、配信。12時まで。クロワッサンたい焼き。お
美味しいよね。今日24時まで配信。24時になったらランキングかな。なんだ、逃亡中、出頭しなさい。まだ逃げちゃった。どこ行ったの、ブランケット。TikTok ライブの通知も、誰か見てたの、さっき。通知バグってるよ。二度目の方ありがとう、こんばんは。どうも。ブランケット早く届いてほしいけど、いつ届くのか、よくわからない。ひなこは今3位にいる。今日一気に6位から3位に上がってた。二度目の方、ありがとう。パンダ、春みんちゅう春みんちゅう違うよね、きっと言う方。見ちゃった？パンダさん釣り上げる配信お願いします。パンダさん、だって、来てくれなきゃパンダさんが。パンダさんが来なきゃ。のだめ、舐めるかじゃん。二度目の方ありがとう。ブランケット忘れ、え、去られてる？ああ、悲しい。で、問い合わせなきゃな。じゃあ明日はどうなるかわからないので。ああ、風とみとさん。ありがとう。レインボータワー、ありがとうございます。ありがとう。クマついてるやつ。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。ありがとう。うん。よいしょ。レインボータワー。うん。いつもなんか、ありがとう。こんばんは。6月7日。てかもうさ、6月入ってさ、1週間も経ったのびっくりなんだけど。あっという間。あ、クマでかく描きすぎてた。虹が。ありがとうにかぶっちゃっていっか。よし、レインボー風とみとさん、レインボータワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ね、ありがとうございます。ありがとう。虹、虹僕見えてます？虹一応。ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。ありがとう、クマ、ありがとうございます。ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様。夏おもの方もありがとう。こんばんは。帽子みたいになってた？以上、虹。虹です、虹。小出さん、TG。ね、ありがとうございます。あ、チョームの方、ありがとう。こんばんは。まあまあね、寒かったのに、もうすぐ夏だからね、早い。ね、あっという間。うん、ヤースさん。虹。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。虹ありがとう。帽子かぶってるみたいだった？見てみよう。じゃあ虹だよ、これは虹です。うん、今日が多分219人。3000位なぎさんかな。3000位あって3000位なぎさん、今月もありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、ありがとう。夏おもの方ありがとう。こんばんは。うん。1位だ。やったー、ありがとう。ありがとうございます。やったー。ありがとう。ありがとうね。ね、ありがとう。
1位、ありがとうございます。やったーありがとう、うん、キッシーさんファンレベル28、ありがとう。1おめでとう、ありがとう、みんなありがとう。ユニスの配信縛りはもう解放されたよ。されました。もう何時でもできます。1位大事。やった。ありがとう。イベントお疲れ様でした。確かにこのまま終わりたいけど。まだあと2日あります。サイの方にさんつけた。ひなこに確かに。朝5時でも、朝5時はお前のアカウントでできたよ。よかったも肉食らうみたい。お肉。肉肉。以上間違いない。そう、多分。まあ、わかんないけど何があるかは。サイ、そう、サイ、強敵ですからね、意外と。この、奥原さん。強敵ですから、この方。少ないですか、強化しに協力したいので、星全投げしたよ。ありがとう。ありがとう。そろそろ終電やばいから会社で見ます。まだ会社いたの？お疲れ様。今日は明日の5時まで配信します。しません。そんな嘘言うな。システム使われたらやばい。システム使ったらもうガーンってくる。やばいかもね。ひなこさん、小原さん、強敵ですから。こんばんは。兄さんは今日も20時からの長時間配信。すごい。すごいね。15分配信の小原さん。だからもう、長時間やったらすごいよ。15分とかの配信で、6位からも今日3位まで上げてますから、もういっぱい配信されたら怖いよ。こんばんは。あ、5時9分 ?12 時って雨舐めてるかな？舐め終わったら読もうかな。さっき舐め始めちゃった。雨舐め終わったら読もう。ちょっと延長しよう。読めづらいからあのランキングダメ、やめあったら読みます。12時待ってた、暇たぎ、うん、コロありがとう、ありがとうございます。奥原さんって3人劇、奥原さんですよ、奥原さん合ってるし。あ、そうなかった、ありがとう。のだめ、ありがとう。うん。あ、そうなかった、ありがとう。うん。こんばんは。お疲れ様です、お疲れ様。ジアリングさんかな、でも言うか違う気がするけど。合ってるか、ジアリングさん100回目の方もありがとうございます。ありがとう。あ、どうもなんかありがとう。弁当あったらひなこと肉。ひなことお肉。ひなこが来てくれたら食べれるかも。私の男に。二度目の方ありがとう。ファインモーションさんファンレベル11。ありがとう。二度目の方ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。うん。どうも、こんばんは。声がかわいい。ありがとう。ね、まあまあ。たまん。さっき雨舐め始めたから。全然舐め終わらない。30分ぐらいまでにしようかな、配信。12時半。ぴょうがちゃんが来るって生きてると夏感じる？これ夏、夏って感じ？夏感じれる？これで。
ジョハンソンさちょっと読み方がわかんないんだけど、100回目の方もありがとうございます。ありがとう飲み込もう。雨危ない夏の季語の私の黒 T シャツ。イエスクまで配信続けよう。何時に着くの雨噛み切らないよ。んよっぽど時間なかったら噛み切っちゃうけど。ジョンソンさんか。ジョンソン。中身の方もありがとうございます。難しいな。英語は。髪の毛まで配信する。しないよ。もう24時間配信みたいになっちゃうじゃん。頭の方、2度目の方ありがとう。これから配信終わりそうになったら、雨なめなって言えばいい。ダメだよ。ダメだよ、そんなこと覚えちゃう。猫の家に遊びに行くと追い返されるの。え、なんで？追い返されないよ、別に。こんばんは、初見さんコメントありがとう。こんばんは。いつもの方ありがとう。雨なめな、雨なめてるよ、今。なめてます。勉強ヨガちゃんの最大配信時間って何時間か。さ、1回の配信時間3時間半とかじゃないかな。多分4時間はいなかったはず。舐めてんのかわいい。そっちの舐めてるじゃないよ違いますよ。うん。次の朝早いので、このまま4時まで配信してほしい？無理よ無理だよ4時まで無理だよ。寝ちゃうよ、私、配信しながら。飴を、ねねと、飴なく。わかんない星になっちゃってる。やつもの方、2度目の方、ありがとう。こんばんは。どうも。うん、頑張っ。妙聴配信期待してます。ダメだよ。大丈夫。カタムズリーチが一人増えました。あ、ようこそカタムズリーチへようこそ。お疲れ様です。お疲れ様。夏物の方ありがとう。今日何時起きですか。今日はお昼配信のちょっと前に起きてで、ちょっと夕方、ちょっと寝て、起きて、ちょっとして配信して、って感じですかね。タムさん4時まで起きた。いや、最近はその、最近はてか、そんな時間まで起きてないよ。起きてないです。ちゃんと寝てます。夜遅くまでツイッチ配信してるときは別だけど、ちょっと寝てます。今日は寝ずに編集しなきゃやばいから、オールナイト配信。今日寝ずに編集なの？大変だ。頑張ってね。あいたい休みだから3時まで配信してください。寝ます。二度目の方ありがとう。意外と早寝さんだった？思ってたよりは早寝だった。早寝ではないけど。明日の昼まで使えますよ。いやいや、そんな時間まで起きてられないです。無理です。寝させてよ。ダメです。寝ます。私は。明日は朝5時起きですか？なんでよ。明日は5時起きないです。絶対に起きない。お昼配信の前に起きます、明日も。夜ずっと起きてるのか。そんなことない。そんなことないです。ちゃんと寝てますよ。夜。スイッチするとき、そう、だから、たまに、その時間までやるっていう。でも、基本ちゃんと寝てますよ。かわいいね、その突。ありがとう。喉治って元気でしょ。いや、あ、でき、しようと思えばできるよ。でも今日は寝ます。眠いです。
あんまゆっくり舐めて大丈夫よ。12時半まで足をかなじゃん。お水着ルームから飛ばされてきた？ありがとう、来てくれて。こんばんは。チラ、こんばんは。たぶんこの後運び屋の仕事。何運び屋って。怖い怖い、そんな怖い仕事。しっかり寝てください。しっかり寝ます。しっかり。朝4時配信で風富人さんこそ。4時配信無理無理。遊ぶの方ありがとう。こんばんは。のべとらん。12時半まで。12時半まである。深夜トイレに起きる感じですか？いや、起きない。ちょっと寝てる派です。雨を追加しなくていいよ。このまま寝ないので。え？寝ないの？寝ないの？大丈夫？幸せをはが、あ、幸せの運び屋。それは、いいね。かわいいね、なんか。二度目の方、ありがとう。通常で起きる朝、最高ですね。本当に？夜一人でトイレ行ける。え、いけるよ、そのぐらい。ちっちゃい子だと思ってる？いけるよ、そのぐらい。二度目の方、ありがとう、こんばんは。安全な釣り子と、バグ釣れ願ってます。願ってます。願ってます。あつおの方、2度目の方、ありがとう。アラカトルさん、ファンレベル11、ありがとうございます。こんばんは、とも。こんばんは、2度目の方、ありがとう。こんばんは、とも。こんばんちゃ、こんばんちゃ。こんばんちゃ。赤ちゃんの配信ちょっとレア。たまにするよ、たまに。こんばんは、たまん。たまん。半分撮って2時まで配信で。2時まで配信？はい。12時半前です。髪縛れるよ、縛ろうと思えば。髪。いける長さであるけど。普段はちょっと後ついちゃうから。髪ずっと結んでたらさ、傷んじゃうから、そこで。結ばない。二度目の方、ありがとう。都内で、サバイバル生活を、都内でサバイバル生活するの？面白い？面白いの。半分こ？何が？向こう。おはこんばんちをしてる。おはこんばんち。わかんない。何それ。10時間寝るよって。もちろん。もちろん。明日も。1回で10時間は無理だけど。合計で10時間寝る。寝たい。頭の方、2度目の方、ありがとう。ポニーテール。ギリ。できるかできないかってとこじゃ。短いから、髪出てきちゃいそう、ポニートリしたら。ちょっとお似合いだったけど、今着るとロングできなくしちゃう。確かに。炎上で1応目、ありがとう。タイムズでメガネかけると揉められる日は来ますか？メガネは来ないかなぁ。頭の方、2度目の方、ありがとう。こんばんは。寝る子は育つから。でしょ？ちょっと背を伸ばさなきゃ。もうちょい伸ばしたい。最近の楽しみ？最近なんだろうな。最近の楽しみ？特に？最近の楽しみってなんだろう？最近毎日楽しみなこと？特にないけど。なんだろうな。わかんないよ。ふふ。くんがこんなんな。今日固く触る。確かに。スーパー行かなきゃ。スーパーで買ってもらって。二度目の方、ありがとう。今日固も曜日くん、続々。ほんとだ。ありがとう。ありがとうございます。二度目の方、ありがとう。ご飯では最近楽しみ。まあ、ご飯は確かに、
ずっと楽しみよ。好きだから食べるの。釣った魚と野草とパスタと調味料飲めて生活するのは先月からの目標。サバイバルやってるわ。すごすごい生活してるな。すごいよ。ワイルド。ね。すご。二度目の方ありがとう。ゲーム最近してないんだよ。してな。気出た。気出ちゃった。オリンピック楽しみでしょ。オリンピックっていつあるんだっけ？いつ次？分かんない。最近の楽しみ。金のエンジェル探し。金のエンジェル探し？言うほどチョコボール買ってないよ。うん、フォローありがとう。ありがとうございます。こんばんは、どうも。あつもの方ありがとう。こんばんは。あ、次4年後？ん？あ、今年あるってこと？あれ、あ、バレーボール？なんか？あ、オリンピック？最近楽しむの、タムラップが聞けない日々がつらい。明日治ればやるよ。なるほど。あ、パリオリンピックなんだ、今年あるの知らなかったわ。コンタクトプラス、伊達メガネで配信してほしい。伊達メガネ？ないよ、そんな伊達メガネ。持ってないです。持ってない。二度目の方に。うん。あ、来月なの？パリオリンピック？全然知らなかったわ。ニュースとか見なさすぎて。パリ行かないよ。行かないよ。二度目の方ありがとう。オリンピック見てなさすぎて分かんなかった。情報が。来月かな。あつあまの方ありがとう。デコダシ配信の予定？今んとこはまだないけど。たまにはコスプレ配信？考えとくね。オリンピックに出場しとく。軽。出場のノリ軽。来月はオリンピックの話題あんまりやらない。あ、ニュースとかで？そうなの。もうニュースも見なくなっちゃってさ。もう最近テレビつけたらアマプラ見るだけだな。テレビ見ない。オリンピック直近にあるのにあんまり話題になってない。そうなの。オリンピックバレーは応援しないの？応援するよ。うん、始まったら。マイゼル配信？マイゼル？いいかな。サバイバル生活で食費が月1万以下？すごい。サバイバル生活すごいな。すご。テレビ、そう見なくなっちゃった。アマプラばっかテレビつけたら。お、ケガタムズ220人。レッドブル KTM さん。今月もありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。今日30人ぐらい増えてんじゃない？嬉しい。だってお昼配信の時190何人とかだったよね。200人いってなかったから。嬉しいですね。ありがとうございます。うん、初見さんギフトありがとう。ハートありがとうございます。夏木さんファンレベル14。通しみけんすうげさんファンレベル12ありがとう。ありがとうございます。たまラップでオリンピック出る。いける。え、なんていうの、なんちゃらやりましょう。わかんない、読めないよ。ホンプラはテレビに入ります。あ、ホンプラは入んないよ。はい、ね、TikTok 効果。あ、ほんとに美味しいけど。初物の方、ありがとう。うん、テレビもただのモニターか。確かに。アマプラしか見てない。初物の方、ありがとう。一番大配信で許可たむず300人。よし。しない。大丈夫。しない。しないです。
こんばんは。でもパレオリンピックオープニングアクトはタラブ人の歌やばすぎどんなオリンあのどんなオープニングアクトなユーロどこが優勝すると思いますか？ユーロって何？カタムスのペース早い。確かに今月めちゃ早くない？もうさ、まだ8日だけどさ、1週間ぐらいじゃん。6月入って。100人。美味しいね。スイーツ作りでオリンピックで。どんな部門？ヨーロッパサッカー、あ、サッカー？サッカー？どこが勝つと思いますか？いや、わかんないよ。明日の昼ごはん、ラーメンかチキン南蛮。チキン南蛮かな。私今日はバラそば食べたから。油そば。今日さ、ラーメン食べようかと思って行ったけど、結局油そばにしちゃった。ラーメン屋さんの油そば。いや、めっちゃ迷って。ラーメンもあったけど。油そばもめっちゃ美味しそうでさ、なんか。結局油そばにしちゃった。でも599人で、終わったら泣きはめく。99人は確かに。悔しいな、なんかあと一人。いつもの方ありがとう。温玉、あ、温玉なかった。つけなかった。でもなんか生卵、卵黄が見てた。油そばと混ぜそばはちょっと違うんじゃない？いや、わかんないけど。混ぜそば食べたことないかも。ラーメンは作れないが、たまにそばを打つ。いろいろできるじゃん。すご。そば作るの、そば打つ、すごいな。99になったら笑うから作ります。作るなあ。頭の方ありがとう。こんばんは。初見さんコメントもありがとうございます。こんばんは。さっきセブンの油そば、セブン出たらしいね。あのレンチンのやつでしょ。気になる。それ喉には唐揚げがいい。油系が油そばもよかったかも。2度目の方ありがとう。今月のタムズロケットスタートね。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。美味しい？セブンの油そば食べたって言ってたね、そういえば。気になるよ、あれ。1位になって牛一頭もらえるといや、もらえないのよ。1位で牛一頭。無理なんですよ。マックでバイトしてたからハンバーガー作れる？いや、すごいじゃん、それも。まだ無理だな。油セブンはその油そばと中本のなんだっけ、汁なしのあれ、蒙古タンメン、汁なし蒙古タンメン、それが気になる。そろそろ飴舐めを20分になってくれてるんでしょ。舐めないからな、絶対に。舐めなかった、ありがとう。台湾混ぜそば。混ぜそば食べたことない。違う？混ぜそばと油そばって。似た感じ？違うの？汁ないラーメンの方が好き？汁なしラーメン。そこはなんとか、でもなんとかならないよ。無理ですね。みそき、あ、みそき食べたことない。気になる。めっちゃ流行ってるじゃん。なんか食べてみたいけど。見たことないんだけど、売ってるの。汁なし蒙古タンメンとはお目が高い。なんか YouTube のいつも見てる、モッパン動画の方がいて、その方がさ、それ食べてて大量に。
ちゃ美味しそうだったの。じゃあ食べたい。飴飲みは25分に舐めません。多分のと先輩なのだから飴舐めを舐めません。嫌です。シートいればハンバーガー何個作る。めっちゃ作れない。めっちゃ作れる。豪華なハンバーガーが。味噌キンはセブンって、でもセブンって一回見たことないんだけど。ね、検索許可玉の配信を終わらせない方法やめてよ。寝させてよ。こんばんはだもん。こんばんは。うん、やっぱ激辛ペヤングだよね。あ？ん？激辛ペヤング。うん、なんだそれ。いやもういいよ激辛ペヤングは。もう一個ないとが喉にいいかも。え、もういいよ。じゃあ配信終わって舐めるよ、それだったら。飴舐めるためにちょ、ダメだよ。これから痩せくラーメン行かないよ。さっき食べたチャーハンを。お腹空いてない。このまま寝てくれたら終わんない？バンされちゃうから配信。明日のために飴を。明日のために飴を。いいよ。激辛ピアゴ知らないふりだと。なんだろうそれ。わからないかも。こんばんは。どうも。うん。激辛ピアゴとホラゲのどちらがいい？激辛ピアゴとか。いや、どっちも嫌だな。もう激辛ピアゴもう食べたくないんだよね、もう。本当に。もうあれ無理。で、ホラゲも、したくないから。うん。どっちも嫌ですね。いつもの方ありがとう。8番乗ればまだ買ってない。でも今度、ツイッチでしようと思ってる。まだ買ってないけど。それはそう。激辛ペヤング。食べたくないわ、あれ。辛すぎ。いつもの方ありがとう。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様。うん。激辛ペヤングの種類が多いのは完食する YouTuber がいるせい。もう、無理よ。もう、食べないです。2号配信って企画にしときゃバンされない。いや、無理だよ。ニオチ配信は現金ですって書いてあるから、ショールーム。できないです。激辛ペヤング食べればいい朝4時まで起きていられる。いやだよ。めちゃ。初物の方ありがとう。こんばんは。うん。二度目の方もありがとう。明日は土曜日だからツイッチするの。まだ決めてない。明日決める。あなたに目描いといたら寝落ちしてもバレない。無理だろ。無理だろ。間に燃えゼルフいらない。やだやだ。初音の方ありがとう。こんばんは。寝顔見る方法ないのさ。ダメですよ。そんな簡単にやられないから。明日のターボさんツイッチありますか？明日、いや、わかんないです。わかんないです。こんばんは、どうも。二度目の方ありがとう。こんばんは。あ、ツッコミおもろい。面白い。じゃあわかった。タムは寝てるとき、寝てるとき口が密になるので、寝てるとき口が密になるので見せる。口密、怖すぎ。了解じゃん。ファンレベルが上がり、あ、本当だ。ファンレベル、風富人さん39。ありがとうございます。ありがとう。39が最高だよね。ありがとうございます、今月も。ありがとう。ありがとう。うん。社長が完食する YouTuber いると、もっと、社長が完食する YouTuber いると、もっと軽くして、完食できないようにしてやろうとなるらしい。怖い、社長。ペヤングの社長怖い。もう、いいよ、辛いの出さなくて。ヘル配信見るね、あれば。配信するつもり、明日も。
うん。明日もお昼と夜かな。今日と一緒だと思う。うん。兄さんも明日終わるまでやめられません。何時になるの？そしたら。何時までになるのよ。長いよ。美味しく食べるのが一番。でしょ？そうだよね。そうだよね。よかったよかった、分かってくれる人いて。よかった。タム社長は辛いの苦手。タム社長？辛いの苦手ではないけど、中辛ぐらいが一番ちょうどいい。サイの方が配信始まったら15分間休憩してもいい。サイの方はきっと今日ないよ、配信。もう、してたから。なんかそのままボリボリ。え、そのまま食べる派？ないよ。それは、やったことないよ。そのままは。古いなと毎日配信継続しててすごい。ね。うん。ゾムの方ありがとう、こんばんは。初見です、初見さんコメントありがとう。辛いの苦手だけど何回か食べるとまた食べたくなる。いや、ヤングの国劇から食べたことある？もういいってなるからね。一回食べたら。兄さんも違う時間ね。すごい。すごいよね。てかさ、兄の方さ、20時からやってるよね。すっご。サモの方ありがとう。日本の方ありがとう。ぜひ発音しよう。日本の方ありがとうは無理よ。ヨカちゃんフリーレン？違いますよ。何を言ってんの。毎日配信のチケットあるよ。今2枚あるはず。この前、1枚追加された。こんばんは、初見さんコメントありがとう。いつもの方ありがとう。フォローもありがとうございます。多分負けるの長時間だし。いや、無理よ。無理よ。多分はフリーザーです。何を言ってるんだ。何言ってんだ。耐久レースの始まり？いや、もう30分になったらランキング読みますよ。ヤングの特殊、ヤングの特殊系って YouTuber のために出してると思う。ヤングの特殊系？あ、なんか辛いのとか、なんか変わってる味のやつってこと？ってこと？やめなめて、30分だから言ってるな。やだよーん。ランキング読みます、私はそろそろ。何十分って何？12時半のことよ。そろそろ読むよ。あ、そうなかった、2度目の方ありがとう、こんばんは。ハバメロ好きそう。ハバネロそんな好きじゃん。まで辛いの無料。見ようもんなんで明日発音をします。コメントしてるよ。怖い怖い。日本語の人がコメントしてる。一緒になるタイム30分はないです。ないです。明日の12時半？何を言ってるんだ。もう30分よ。ランキング読むよ。じゃあ13位からランキング読みます。13位、マーボーロシーさん、ありがとうございます。12位、サーバーババさん、ありがとうございます。11位、本家とハルマさん、ありがとうございます。10位、アラカトルさん、ありがとうございます。9位、ヤマケンさん、ありがとうございます。8位、チョロさん、ありがとうございます。7位、ナツキさん、ありがとうございます。6位、マサヒロさん、ありがとうございます。5位、5位、ティーさん、ありがとうございます。4位、これなんて読むのこれさ、やらせてさ、わかんないんだけど。
教えてよ。もう終わるの、終わるよ今日は。なんて呼びますか？これわかんない。ヤスさんのいつもと名前が違って読めないんだけど。教えてよ。やめるまでやめられません。やめてよ。誰ヤスさんって呼ぶからな普通に。わかんない。ヤスさん。ありがとうございます。3位、キッシーさん、ありがとうございます。2位、しばせきフラマンさん、ありがとうございます。そして1位が、風とミトさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。今日もはしゃありがとう。あつおむの方ありがとう。ちゃんと読めるまで頑張ってください。あと教えてくれなかったの。教えてくれなかった。仕方ない。うん、キッシーさんファンレベル29。ありがとう。ありがとうございます。1位おめ、ありがとう。今日1位ありがとうございます。ありがとうね。やめたらあかん？やめてよ！寝させてよ！寝ます、私はそろそろ。ありがとうございました。じゃあ、また明日。明日は、多分お昼一回して、夜一回か二回の計二回か三回の配信になると思います、明日。そろそろ終わろうかな。じゃあまた明日の配信でありがとうございました。おやすみなさい。またね。バイバーイ。おやすみ。